はい、皆さんこんこにちは三村です今日は2019年12月4日ですが、えー、昨日終わりました注目のね3番勝負第2局ですけども残念ながらすみれちゃん負けてしまいましたですけども、えー、内容は1曲目以上に出来が良くてですね、まあ、優勢の時間が長かったと思いますえっ、ー、と1曲目のね、えー、動画をアップした後でですねすみれちゃんとあのご両親が <laughs> 見てくれたみたいで、えー、まさか見,見られるとは 思ってなかったんですけども、すごく内容あの喜んでくれたみたいで、ぜひ2曲目もね、お願いしますと言われたので、ちょっと張り切ってまた今回作っていきたいと思います。ではその内容を、えー、これから一緒に見ていきましょう。えー、中村すみれちゃんの黒番ですね。まあ割と木をてらった。 作戦もなく進んでいきます。ここで、まあ、白つけた手はあの初めて見た方はびっくりされるかもしれませんけども定石化された手順ですね。この他には桂馬マに閉まりますとここへつけるとか大ゲイマに閉まりますとここにつけるとかここにつけるとかですねあの意味はですね黒は2手かけて固く守ったのだからもう利かしてしまおうえこのように 例えば打ったら、まあ、これだけで利かしとみて他を打つあるいはこのように打つというような固めててしまって構わなないいという打ち方なんですね昔はこの一見締まに対しては迫ってこのように少し離れて迫ってこの裾脇の地点を狙うというような、えー、打ち方が普通でしたけれども AI は2手かけたらもうそこはもう凝り形にさせる固めてしまうという打ち方を好みますそして、まあ、この辺りももう定石化されています ここでまあ2つの選択がありまして、このように隅に潜っていく手が1つ、1、えー、目取られますが、このように隅を1目取っておいて、ここで手を抜いて他に打つという感じになります。まあ、左下の締まりも光ってますので、まあ、厚みを消してみますので、まあ、これも十分あったという感じがします。つ、ま、な、あ、いだのは比較的わかりやすく打とうとした感じがしますね。そこで、 まあこういうふうに一間飛びしておけば普通ですけれどもそうするとそのこの桂締じまりがちょっと急がないところに一着打ってしまっていますのでこの点を不満,不満と見たかもしれませんそれで灰、えー、を打って先手を取って割り打ちをしました抑え込まれてもこれで生きていますのでこれの方が左下の締まりが生きてくるという考えは私もなるほどと思いましたが実はこれが AI の評価値が良くないんですね ちょっとこの生き方が辛いっていう点は確かにあります。この隅も利かされてこちらも、えー、とこちらもこのように利かされますのでかなり辛いということですね。ということでここで黒の評価値が上がりました。で黒のこの打ち方も、えー、悪くないようですね。すみれちゃん序盤は好調に進めていきます。 ここでツケがね、えー、手裏剣がと素早く飛んできましたね。右辺の攻めを黒は後でゆっくり狙いたいところなんですね。それで、えー、先に少し地を稼ぎながら収まってきました。この辺りはうまいなと思いました。そして左辺を広げて、一間飛びで広げて、これもそのこういう硬い守りではなくてですこの場合はこういう方がうなずける作戦ですよね右。右下に黒の厚みがありますのでね、こうしています。 そして上辺から消してきた時にこの手はちょっと注目の一手というか疑問の手手といいう可能性が高い手ですねまあ誰しも先ほど一間飛びした手ともつながっていますけどここに打ちたくなるところです。これが隅に対して次に挟みつける狙いを見ていますのでまこのような感じで利かすことになれば左辺の字がま,あまとまりやすくなるんでこれはもう迷わず。 受けてもららえるるなな得になるという手で,ですね、まあ、このようになっても左辺が固まりまりすここに入ってくる手がちょっとね気になるんですけどもまず隅にこの攻撃が厳しいですので結構。ということでまあ昔から誰しもがねあのここに目がいくところですけどもむしろここにか守りに行った広げに行ったってこういうような、えー、意図ではないかと思います。 このように左辺を大きくしようというつもりだとは思うんですけども、ちょっと気がつかない。これ独特な発想ですね。そして、えー、ドカンと入ってきて、なかなかこれ攻めるのが大変なんですね。で、このように攻めて、ここでまあ準備をして、まあ攻撃の耐勢を作ったんですが、まあなかなか閉じ込めることができないので、このようにまあゆっくり攻めることになります。そしてここで右下を、 まあ、お約束ですねこう黒の権利の利かしを打ちまして桂まで攻めるということで、まあ、結構いい勝負かなという感じで私は見ていました。黒も、ね、あのまとめるのが難しいですそしてこのツケなかなかあの強そうな手ですよね。こう、まあ、白が目がないわけですけどもただ追いかけていくのではあの逃げられて捕まらない相手につながられてしまうということで、まあ、積極的な手ですね。 もしもこちらへ来ればまあこうかこうかどちらかで確実に得ができるということですね。そして白はこのようにつながってきましたがこの一目を抱えてまあこれは逃げられませんので白はここまでを打って結構右上が黒が手厚くなってきました。そしてここから攻めを見ます。 黒もねこれ要注意ですね。ここの付け越しの辺りでダメ詰マリが結構ねあるのでこれが白の狙いだったんですがまあうっかり2目取っちゃったりするとここが当たりとやってこちらが左側の黒取られてしまいますのでまあ危ないところですけどもしっかり読みを入れてこれで黒は目がありますので大丈夫ですね。このように収まって で白こここにに最後に手が必要ですねこれで白も、えー、左からの白が右側につながっていよいよね上辺を、まあ、字を増やすここへ打ってこの黒が作った壁のところにどれぐらい字ができるかというところに勝負がかかりました、まあ、この辺りで、まあ、ほとんど互角かなと私は見ていましたただここからこの後は寄せが非常に難しい。 ここで押さえはもう誰しもが押さえる一手という感じですけども AI のおすすめは曲がりですねこれはもし引いてくれるならば押さえてこれは大きな利かしここにぐ手を殺しているんですねこの曲がりと受け,受けさせた手が丸々得になりますので曲がるというのはより踏み込んだ手ですねでこれに対して次で受けてきた時にどうなるかというのがちょっと難しいんですけどもまあ例えばまあ私の単純な 説明ですとこう,こういうふうに打ってこういうふうに打ってここの一目が切れるという手があるわけですね。ですのでこの辺ここが非常にまた大きいポイントなんですけどもこれに対して何かこういうふうに打ってくればこのように真ん中をごっそり地にするというのがこの後では非常に大きい大事なポイントだったようですね。ですので 実戦のすみれちゃんの寄せ方はこれに対してこのようになって丁寧に受けてですね丁寧に受けて隅を押さえてまあハサミ付けの寄せを効かされて中央にかけこの展開でははっきり白が良くなったわけですね。でよくねあの中央を囲ったらあのいけませんよ中央は小さいんですよ寄せになったら端っこを打ちましょう。 で最初は皆さん、えー、習うと思います。私も生徒たちにそういうふうに教えているんですけども中央を優先しなければいけない場面というのがありましてこの後がまさにそういう局面だったんですね私は見ていてもちょっと分かりませんでした例えばここに入ってきた時に、えー、ここの方が評価値はいいんですこの方がこれだったら黒の方がやや優勢ということなんですねここすっごく大きく見えるんですよこの 黒字がなくなって白字が増えるという感じでただこの語ではこのように中をとにかく止めてしまうことが非常に大きいんですねですので普通の語よりも寄せが難しい語ですこれはプロでも難しい昔私寄せ犬という寄せだけの研究会をやっていたんですけどもまさにこの局面からどう寄せるかを研究するプロが研究するのにちょうどいい題材だなと思ったぐらいですねですので実践は受けて押した 時にも受けた手が悪くてですねやはりこの場面でもこちらへ打ってここへコスむこのような感じで中の字を大事にするこことここが重要ポイントだったという実践はすみれちゃんはうまく対応できずにですあのすごくまあ常識的に打ったとも言えるんですけどもここでうまい寄せが打てずに ここにかけられてててしししままっっっっはちょっと形成が苦しくなってしまったということです。この後とも最後まで一生懸命寄せて2目半です2目半白が勝ったということなんですね。で今回の3番勝負私の予想に反してすみれちゃんは非常にいい勝負をしたと思います。特に2局目は序盤から布石で優位に立ってその後もずっと悪い場面がないまま大寄せまでって。 でその難しい応寄せのところで中央を大事にしなかったために、えー、負けになってしまったわけですけどこれもすごくいい経験ですねとにかくもう合格の勝負をしたまあ、すみれちゃんのコメントでもねあの次に5-3と打つ時には勝てるようにこれからも練習を続け,続けていきたいっていう、えー、すみれちゃんのコメントがありましたので、えー、いやもう十分な成果見事な戦いぶりだったと思います まあ今回ですね、この、この2曲の棋譜を見て、私はあの、すみれちゃん強くなったなと思いました。また一段上がったと思います。これはですね、また世界的にもですね、中国の囲碁関係者、韓国の囲碁関係者、世界にも、 かなりアピールをしたと思います。今までの中村すみれ初段の公開対局の中でもかなり出来のいい2曲だと思います。この2曲ですみれちゃんの価値がさらに世界に評価されたのではないかと私は思っています。これからもすごく楽しみですね。皆さん一緒にすみれちゃんを応援していきましょう。ありがとうございました。